いやらしクエスト。どうもバカゲー RPG のお時間ですね。求めてたやつら待たせたな。いや一定数いんのよ、俺のこの意味不明 RPG シリーズを求めてるやつらが。うわー、今月も来た来たってなってんのかな。だとしたら嬉しいんだけどさ、まあ俺もね定期的にこの BGM を聴かないと死んでしまう体になっちゃったからな。今回やるこちらのゲーマーですね、まあ、タイトルからもうタイトルがおかしいんだけどないやらしクエストもうまともじゃねえのがこのタイトルでわかるんだけど、健全なんだって、ゲームはものすごく健全なんだって。ただ心が汚い人にはなんかいやらしく見えちゃうらしい。ちょっと面白そうだなすごく健全なゲームらしいよ、最初から最後まで。そういう感じじゃなくて、じゃあ行ってきます。ニューゲーム、ゲーム説明、はい。全登場人物の好感度が最初からマックスです、うん、これは関係あんのかな。 RPG こういうシリーズやってて、いや関係ねえんだよ別に。もうね何も戦闘に関係ないのよこれ多分。好感度とかどうでも、あとはよろしくやって適当にやるな、あとはよろしくやってください考えられんぞこんなの普通のゲームじゃ許されないからなあとはよろしくやってくださいなんていうワードなんだカンって音は。鳥顔をあからめるな愛の勇者あのムラムラしてる感じの顔になってんぞお前ムラムラじゃねえ、デレデレだった俺の心が一番汚ねえかもしんねえわデレデレした顔すんな、顔をあからめんな。とりあえずセーブしとくか。これは16のパターンですね。20のパターンだった、恥ずかしい。いや、あ、そっかそっか、これ20の、基本20のパターンなのよね。たまに16のパターンあんのよ。でもそれは4個4個4個の時だけど、セーブの数でこんなに熱くなれんのって多分俺だけだと思う。とりあえずセーブしまして、確かに王からの説明もなんもねえな。自分から王に話しかけに行くスタイルか。もうなんとなく分かったぞ、どんなゲームか。もう、全員顔をあからめてんだろ、きっと。ハロルド。何これ、王としてではなく一人の人間としてわしを見てくれぬか。何言ってんだお前は、いつもみたいに言ってくれよ、魔王でだから退治してきてくれみたいな。好感度マックスだとしてももう魔王関係なくなっちゃってんじゃん。まあいいけど、ハロルド、わしは一目見た時からそなたのことが、おくだらねえ、くだらねえよ、ずっとくだらねえよ、バカゲー RPG ってずっとくだらねえんだよ。もう夜中に考えたのかこのゲーム。不応じゃ、ふうやめろ、ふうやめろ。別にね、これは見てる側からしたらね、急にってこれでなんかさ卑猥だなっていやらしいなって思ったら、見てる人の心が汚いってことだからな。このことは内密にな。何の話をしたんだろうね、何の話、なんかさ大事な話をしたっていうことだけかの可能性もあるからな。王妃ハロルド、また今宵わらわの寝室へ。王妃、でも王様が今横で、王様とちょっといろいろあったばっかりなんですけど。まあいろいろって別にそういうわけじゃないんですけどね。人笑いはしておこうぞ。はい、では共に行こうぞ。行くって、ああやめろどこかに、いやもうね別にね、わらわの王妃の部屋で別にそういうことをしてるわけじゃないからね。これ見てる方なんかやだわ、俺がこれでなんかいやらしいみたいな感じで思われんだとしたらやだわうじゃねえうじゃねえはぁ、やめろ作者よ何が健全なゲームなんだ、多分これ全員やらしくなっちゃうぞ。うん、ふう、だから全員ふうなんだな。このことは内密にな。ああ、そこは似てるんですね、そこは似てるんですね、お二方。そして王子ハロルド、君は僕に大事なことを教えてくれたね。そう、人と愛を育むことの大切さを。もしよければまた
いろいろなことを教えてくれないか。王子、僕魔王退治の指示されてないんですよ。これ目的何？なんでこんなところに呼ばれて、俺目的何？いろいろ教えますよ。そうか、今度はどんなことを。そんなものを使うのかい。おい、子供は見るな。今すぐやめておけ。子供は見るな。これってどういうことなんだろうって疑問を、いやらしいことに対しての疑問を俺の動画きっかけで始めるな。どこからなんかエッチなことに興味を持ちましたかってなった時に、あ、キヨの動画だなって絶対になるな。俺はそういう動画を上げてる人と思われたくない。子供は今すぐ見るな。違うものを見ておけ。なんか見とけ。もう俺がテンパってきちゃってる。モルカーでも見とけ。まだ心の準備が。ああ。いろいろ。まあでもね、普通になんか教えてたかもしんないからね、勇者としてのなんかさ、心構えみたいなの。ふう。君と会うたびに、新しい世界が開けていく。また教えてくれ、ハロルド。おい、いつでも何でも教えてやるよ。そして、王女！王女！ハロルド様、ご一周ございます。あの夜のことが忘れられませんの。いや、もうそういう日だったじゃん、完全に。恋しゅうございまして、あの夜のことが忘れられない。まあでもこれはね、健全じゃねえよ、もうこの時点で。はいって何なんだよ。あの夜のことが忘れられませんの。はいって何なんだ、選択肢の。嬉しい、またあのようなことをしてくださいますのね。何するの、ハロルド。どういう気持ちで作ってんの、このゲーム。どうすか、王女。ふう、ハロルド様、姫はいつでもあなたを思っております。おお、姫いつもなんか裏に隠れてんな。でもこれ別に確かに卑猥的な感じではないよね。健全と捉えれば健全と捉えれるもんな。マーシャ、誰マーシャ。あなたのためなら私全てを差し出せるわ、ダーリン。ダーリン、ダーリンなんて言ってくるの、これ魔法使いみたいな感じ。え、今でもこんな格好。後ろから。ひってえな。これで健全なゲームって言ってんだ、ひってえな。まあ確かに、でも別にね、これは YouTube に引っかからないからね。別に直接的なワードが出してるわけでもないし、そういう表現じゃないからな。これで引っかかったら俺はおかしいと思うわ、さすがに。なんか気分。いや、うふふ。本当のバカゲー。本当のバカゲーだな。ふう。でも、やっぱり私、後ろからも。すげえ。もういい。無視だ。何人かいんな。全員の言い回しがちょっと面白いんだよ。君は、牽制。ハロルド、お前のためなら。私は喜んで剣を振るわ。もうその、いやごめん、もう俺がやらしいからなのか、その剣がどっちの剣なのか分かんなくなってくんのよ。朝も昼も、そして夜もな。夜の剣だけ違う剣なんだよ。夜の剣は違う剣なんだよ、振ろうとしてるものが。ほう、今すぐにか。分かった、共に剣に励もう。行くぞ。ぬおー。ああ、でもこれは健全だわ。これは全然単純に、うん、剣としてのなんか稽古をつけてるみたいな感じにしか見えないからね。フーやめろよ、お前。フーやった途端。でもフーも疲れたな、のフー。まあ、別にここは健全だと思いますね。フー、さすがだな、ハロルド。私の聖剣をあそこまで騒ぎ切るとは。先代の剣聖もかなわぬはずだ。はいはいはい、ギリ健全ライン、やっと見つけましたね。ギリ健全ライン、やっと見つけました。今の人です。テレーゼ、ハロルド、また子供の時みたいに一緒にお風呂入ろうぜ。おいよ、別に。え、今から？いくらなんでもお城の中でそのさ、え、今からみたいなのやめてくんない？その、え、今からで急にいやらしく感じるから。何をする？
いや。相変わらず積極的だな。またうちに遊びに来なよ。その時はゆっくり昔話でもしながらさ。まあでも一緒にお風呂入ったってだけだからね、昔みたいに。別になんかね、これといって変なことをしてた。おい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 のよ、みんな、これみんななの戦士長、戦士長いやらしい顔してんね。ハロルド、訓練室のベッドは自由に使っていいぞ。また訓練したいときは気軽に声をかけてくれ。あ、そういうことなんだ。別に選択肢がないキャラクターもいるんだね。騎士団長ハロルド、貴様は男の中の男だ。私はいつでもお前が来るのを待っているぞ。ああ、でもここら辺でなんか程よい具合にちょっと健全な要素入れんな。そう捉えられるけどそうも捉えられないみたいな感じのキャラをじゃあところどころ入れてくんな。執事ハロルド君、君ほどの男がなぜ私なんかに。ん？何なんだろう、これなんでさ急にさ選択肢なくなったんだろう。これは槍使い。槍使い、もう嫌な予感するのよ、槍使いの時点で。お前も違う槍使うんだろ、どうせ違う槍使うじゃん。ハロルド、また槍で付き合おうぜ。稽古だからな。稽古、おい稽古だぞ。見てるのはゲーム、見てるやつらに言っとくと、これは別に槍で付き合うっていう稽古だから、槍の練習もしておこうっていう。何？新技がある？いいだろう、この体で受け止めてやるぜ。来い、ふおハロルド、槍使いすぎ。こいつ一番面白いかも。作者、お前天才だな。作者、ハロルド、槍使いすぎ。まといい書き方、テンポといい、完璧だぞ。あんなにつきまくるなんてひどいぜ。大臣、君があれほどの手だれだとは。さすがの私も見たいけん存じゃったよ。まあでもここら辺はあの中和するキャラが、中和するキャラが何人かいるってことなんだね。女騎士、我が主、愛する人よ、あなたの行くところであれば私はどこまでもお供しよう。はい、お願いします。え、今からとかやめろよ。え、今からここでみたいな流れやめろ。トイレに行きたい、それもやめて。新しいパターンでそれもやめて。トイレに行かなくていいんです。わかった、ついていこう。ついてこなくていいのよ、ハロルドもまあまあな年齢のはずなのよ。ん、何そのんって、ついてくるだけのトイレにんって何、そのん何な、何をす、ハロルド何してるの。トイレについてきてって言ってハロルド女騎士に何してるの。トイレで女騎士、ハロルドトイレで女騎士に何してるの。う、いや、あ、何やってるのハロルド。全然トイレしてないね。女騎士に何かしてるね、トイレで。でもふうふう、こんなことであれば喜んでお供しよう。まあでもなんかね、大変だったかもしんないもんね。ハロルドがトイレで行ったけど、なんかトイレットペーパーなくて、女騎士に大声でわーみたいな、ちょっとトイレットペーパーないから早く持ってきてみたいな感じで、女騎士が上からトイレットペーパー投げようとするけど届かなくて、うっ、あっ、はーってなってるだけみたいな。はい、健全像、気軽に言ってくれ。全部を健全像に俺は持ってくぞ。僕は君に大変な借りがある。だから何でも君の言うことを聞くよ、ルキウス、あからめルキウス。え、その絵から始まんのやめない。え、今から、え、ここで、え、トイレに行きたいの、その絵のな、絵の跡が大体嫌なのよ。頼みたいことがある。なんだい。な、そんなこと、何でもとは言ったけど、いや、やめ。何してんだハロルド。ハロルド、お前キャラのセリフ一切ないけど、お前何してんだ。ふう、だから君にはかなわないんだな。わかった、もう何でも君の言うことを聞くよ。もう体で教えるみたいな。
とりあえずこれで、おめえ顔わからめんのムカつくな。お前ムカつくな、顔わからめてんの。アイテムとか別にスキルとかもヒールとスパーク持ってんだよ。戦闘は一応あんのか。装備は普通のか。ステータスは愛の力により世界に平和をもたらす使命を帯びた勇者。全然呼んで勇者ね、ただの変態だよ、こんなの。で、あー、いるな、ちょこちょこ話しかけられそうなやつらがいるな。ちょっと行ってみるか、いろいろ。うわー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 、なんか何人、でも結構いる、結構いる。こいつら全員もしかしてできんのか、できんのかって言っちゃった、できんのかって言っちゃった。俺、錬金術師の女。ハロルド、また旅立ってしまうの？寂しくなったらすぐに帰ってきていいのよ。とってもいい薬を用意して待ってるから。 ありがとう。とってもいい薬。え、今すぐに慰めてほしい。何、どういう慰めなの、それって。どういう、もうこのこのさ普通に喋ってて急にさ、あ、うん、う、あーってあるじゃん。ハロルド、なんか会話してる途中で何か始めてんの。ハロルド急になんか始めてない。いや、やめて、みんなが見てるわ。あっ、ハン。みんなが見てるわじゃねえんだよ。俺これ世に放つんだぞ、これ動画として。ふん、あなたってどうしようもなく元気なのね。おいおい、言い方が、その元気はもうなんか違う元気に聞こえるんだよ。薬なんて必要ないくらい。いや、もう何、どこが元気なの。ハロルドが元気なの。ハロルドのハロルドが元気みたいになってるけど。そして格闘家。おお、お前か。また男同士の仲語り合いってやつをしようぜ。ベッドの上でな。なんでベッドの上で、ベッドの上で語り合う必要ないだろう。まあ一応いいけど。あ、ここでか。わかったぜ、行くぜ。ぬおー、語り合いにぬおーっているか。どうせフーだろ、どうせフーなんだよ、だろうな。やっぱりお前は最高だぜ。まあでもここら辺は別に健全だったな。お、女盗賊。なんで盗賊が王様の城にいるんだよ。ハロルド、あなたのおかげで私は生まれ変われたの。だから何でもしちゃう。ううん、させて。させる。アダルトビデオなのよ、もうずっと展開が展開がずっとアダルトビデオなの。そりゃ何でもとは言ったけど、うわ、ちょっとハロルド、次はちゃんと前もって言ってね。準備しとくからさ。まあなんかね、違うことをしてたってことなんじゃないかな。別にそういうことじゃないと思うよ。ハロルドちゃん、盗賊いるな。盗賊二人いんのか。今度さ、二人っきりで山登りしようぜ。俺いい場所知ってんだ。お、いい場所知ってんだ。じゃあ登ろっか。何？山山だな、ここに。いや、これがいやらしくないとしたらどういうことなの。作者に聞きたいわ。ここいやらしくないとしたら山やらここにもあるってどういうことな。言ってくれるぜ。なんだ言ってくれるぜって。ふう、お前の山は登頂不可能だぜ。いや、でも文才があるっていうかさ、天才なんだよ。毎回全部かぶってられるのが天才なんだよ。ハロルドさん、そんなに毎日うちに来なくても来なくても私から会いに行っちゃいますから、よければ今夜晩ご飯作りに行っていいですか。優しいじゃん、優しいね。なんかこれハロルド独り身なのかな。優しいじゃん、作りに来てお願い。え、夜じゃなくて今。ハロルドずっと今じゃん。ハロルドはずっと今なんだね。ダメですよ、こんなところで。あっ、うぐ。怒られるぞ。RPG の世界の人たちに怒られるぞ。 RPG ゲーム作ってるやつらに怒られるぞ。ふう、もう今度はちゃんと家でしましょうね。
ご飯食べただけだもんね今ここで。で無理やりハロルドに食わされちゃったみたいな、うーってもう食べれないですみたいな、まだ食えるってみたいな感じの悪いノリみたいなさ、ふざけてる妖怪のノリみたいな、そういう感じだもんな。別にそんな健全だったなあハロルドくん、おじさんって何も無理やりキャラクターを作るな。おじさんってなんだ。だんだんと私は君のことが、いやなんでもない、気にしないでくれ。あ、なんにもだ、なんでもないおじさんなんだな、なんでもないおじさんなんだな、なんでもあるんだよこのおじさん。で、おい、いっぱいいるな、いっぱいいる、ストーリーが進まんぞ。花が好きな女の子、花、もう確かに花好きだな、もう顔の両サイド花で埋め尽くす。なんだその白いテープ、菊丸英二以来だぞその白いテープ貼ってんの見たの。ハロルド様、またあなたの種を、やめなさいやめなさいやめなさいよ。まあ別にあなたの種ってね、別にね、うん、別にね、普通に花の、ね、花を育ててるってだけですからね。私の花に注いでほしい。えぐ、花が好きな。そうすると別にいたって普通の、いたって普通の会話だわ。いいわ。もうダメ、もう限界、もう俺は限界が来てる。皆さんもう私はバカゲー RP 史上ここまで限界が来るとは思いませんでした。ここにいっぱい注いで、うん、あ、そこひどい、ひどい、ふふ、私のハートひどい、ひどい、嫌いだったし、ひどい、こいつ一番ひどいわ。こいつ別に健全だよそりゃ、別に何もさ、何にもそういう言い回ししてないからね、別にそういう表現でもそういう思わせぶりな感じのこともないけど、勝手にね、俺のが勝手に、俺が独り言だと思って聞いて、こいつ今までのキャラで一番ひどい、一番そっちに行こうとしてる、一番ひどかったわ。船長今日お休みなのかい。ハロルド、お前は海と磯の香りが似合う男だな。お、船長普通、急に普通の要素入れてくんな。ハロルドさん、また二人っきりで海に出ましょうね。お、二人っきりなんだ、船長置いてきぼりってこと。そしていっぱいいるな、女の子まで来ちゃった。お兄ちゃん、またかくれんぼしよう。今度もお兄ちゃんが鬼でいいから。もう普通にかくれんぼしてあげよっか。あ、鬼さんに捕まっちゃった。今度は私が鬼だね。じゃあ俺が逃げるのか。じゃあ行くよ。あ、はあ、あ、そこはダメ。ひどい。作者に対して基本的に面白いゲーム作ってくれてありがたいし感謝してるんだけど、一発、初めて俺は手を出そうかな。一発ぶん殴っていいかな、この作者。一発だけぶん殴ってもいいかな。ひどいよお兄ちゃん、あんなすごいとこ使うなんて。見つけられるわけないじゃん。まあ、かくれんぼだからね、女の子と普通にかくれんぼしてて気づかなそうなところに隠れたってことなのかな。たくさんこの白い、これ町なのか、城直結型の町なのか。あ、ここら辺見たか。そして左の方からここ行き止まり。あ、でも下の段来たな。チンプダメよ、絶対ダメよ。ハロルド殿、また一緒に儀式をしましょうぞ。あ、よかった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 。そしてシスターか。ああ、ハロルド様、教会は神に祈る場だというのにあんなこと。私はなんと罪深く汚らわしいのでしょう。はいってなんだよ。え、またですか。いけません、そんな、うん。突然のうんやめて。あは、そこはダメです。あ、ハロルド様、お祈りの時間は私一人ですので、どうかその時にまたおいでください。まあゆっくり話そうぜみたいな感じだよね、ただ単にゆっくり話そうぜぐらいの。弓使い、ハロルドさん、またこう山小屋に遊びに来てください。精がつく着物を買って準備してますから。ああ、まあでも精がつく料理をね、食べようっていうことだよな、きっと普通に。え、ここにも小屋がある。
しょうもねえ言い回しすんな。もうハロルドさんったら。あ、そのさ、ウグハグこの、あ、ウグハグのせいでおかしくなるのよ。あ、ウグハグんのせいでおかしくなるのよ、このゲーム大体。ふう、ハロルドさんってすごいのね。クマにも負けてないわ。でしょ、勢力ついて元気ってことだからね、普通に。ハロルド、お主、武器の扱いの才があるのじゃな。わしのエクスカリバーをあんなにしようって。わしのエクスカリバー、わしのって言うな。別にわしのって言ってもいいんだけど、このゲームに関してはわしのって言うな。もうこれでやっと進めんのか。ハロルドちゃん、またうちに遊びにおいで。うちの主人がいないときにさ。え、ここで、まったく、なんてこだい。いいよ、奥に。このゲーム全員に話しかけ、このゲーム全員に話しかけて耐えてるやついんのかな。俺もう限界来てるよ。俺もう悪ふざけしすぎてるから、もう限界来てるよ。このことは主人には内緒だよ。また遊びにおいで。店でもうちでもさ。よくこのゲームに対して健全ってやりだな。確かに、いやらしいクエスト、いやらしいクエスト、クエスト要素どこにあんだ。ああ、ハロルド様、ご機嫌うるわしゅ。あ、普通の青年だ。普通の青年がいた。貴族の男の子。おい、ハロルド、また僕の屋敷に来てもいいんだぞ。そして僕のパパになってもいいんだぞ。ああ、でも遊んであげてたってことなのかな。そういうことなのかな、この子供と。あの、ハロルドさん、もしよかったらまた私の絵で新作の衣装を見ていただけないでしょうか。あ、いや、全然いい、全然いいよ、衣装なら。え、ここで。あ、ここで衣装見よっか。いいですけど、ちょっと布面積が。わかりました、すぐ着替えますね。うう、お店でこんなはしたない格好。あ、ハロルドさん、そこは、あ、そんな汚い。官能小説か。てちゃん。ふう、あの、ハロルドさん、今度はちゃんと私の絵でしましょうね。あ、衣装チェックをね、衣装チェックをしましょう、しましょう。すごい、これは健全だわ、すごいね。てか考えてみ、こんなにさ、なんか直接的表現もさ、別に普通の会話だと捉えようと思えば捉えれるような風にしてるのに、ここまでそんないやらしさを想像させるってすごいと思うわ。天才だな、これは。引っかかんない、 YouTube にちゃんと引っかかんないように作られてるんだろうね、これは。素晴らしいわ。これで引っかかったら俺はもう怒るわ。どこがいやらしいんですかって。あなたがいやらしいからそう見えてるんですよねって言っちゃうわ。ハロルドさん、またドレスを着させてくれませんか。自分じゃうまくできなくて。あ、いいよいいよ。あ、そんなとこ触っちゃダメ、くすぐったくって、なんか変な感じ。あ、ダメ。ハロルド、お前自己中すぎないか、行動が。やっとこれで全員話しかけた。ふん、ハロルドさんは着替えさせるの上手ですね。またお願いしますね。オッケー、困ったらいつでも言いなさい。これで全員話しかけたんじゃないか。セーブしよう。どうしよう、外に出たらさ、たくさん人いたらどうしよう。おお、なんだこの手抜きのマップは。ただ数々のゲーム、数々のバカゲー RPG をやってきた俺にとってはそんなに手抜きじゃないマップに見えてしまう。森ちっさ、一個だけ生えてる木、何？何君誰？天使みたいなやついるけど。天騎士？なんで知り合いなん？ハロルド、いい天気だな。また外でするか。はいってやめろ。とは言ったものの、やっぱり恥ずかしいものだな。うわ、何をする、むぐ。ふ、良い休憩時間になったな。では先を急ごうか。なんか一緒に旅してるとか、一緒になんかさ、外で練習してるっていう、ただそれだけですね。きっとそれだけだと思います。手抜きのマップだな、ここは。すげえ手抜きだな、ここ。木一本に聖騎士、聖天使一人って。天気しか。で、こっちは行けんのか。お、入れる。テント、ここは何だろう、旅団みたいな感じ。ハロルド、悪いんだけどさ、ちょっと肩こっちゃって。また前みたいにマッサージしてくれない。マッサージは良くないよ、マッサージは良くない。え、
うつ伏せになれ。わかった。あ、そんな完全にアダルトビデオなのよ。リーパーマッサージなのよこれもう。恥ずかしいよ。みんなやってますからっていうよくあるシーンなのよこれ。あ、うん、あ、やめろってだから。まあ、マッサージだからね。マッサージだからそういう声が出てしまうのは仕方ないわもう。ふん、おかげで肩こりが治ったよ。またお願いしてもいいかな。もういいよ。お、バニーガール。お兄さん、どうかしら。またあれしてく。お代はいらないからしてこっかな。あれって何。ふふ、わがまま言ってごめんね。君のがどうしても欲しくなっちゃって。え、そんなことするの。もう、あん、何このゲーム、何イカれてんな。ふう、あなた見かけによらずすごいのね。あんなこと、このさすが私の見込んだ。あ、将棋の話ね。将棋の話ね。うんうん、将棋の話、将棋の話、将棋の話。そうよそうよ、ちゃんとこうやって最後にそういう説明をしてくれたら誰も誤解しないから。ハロルド、いい天気だな。また一緒に外でするか。いや、天気師とも外でしたんだけど。え、ここでかい。待て、周りに人が。いや、やめ。あ、恥ずかしいよ。あ読んでる俺が全然恥ずかしくなくなってきた。ひどいじゃないか、こんなところでするなんて。でもまたお願いしたいな。まあでもなんかこれもね、マッサージとかね、練習とかかもしんないからね。旅のエルフ、ハロルド、君はこの私とまた新たな旅に出ようというのかい。新たな旅に出ようぜ。そうか、では我ら二人で旅だと。誰も見知らぬ世界へ。ふおー、それさ、ヌオーとかフオーの突然大声出すのなんなんで、フーなんだろきっと。フーだな。満足したか、異世界から仕入れた最新の VR ゲーム。あー、なるほどね、新しい未練。あ、こうやって最後に入れてくれたのもみんなほんと誤解ないのよ。バニーガールちゃんもそうだったけど、これでいいの、これでいいのよ。作者途中から思いついたんか。あ、これ最後に入れたら誤解ないのかなみたいな。すごいものだったな。そして行商に。いやーハロルド、この間いいお香が手に入ったんだ、試してみるかい。え、そんな一気に大丈夫かな。相当強いって聞いたんだけど。うわ、何をする、やめ。ああ、バカだと思われそう俺。とってもいい蚊取り線香だったね。虫が面白いように落ちてたよ。何をするって、蚊取り線香を見て何をするって、なんかや余計なことしちゃったのかな。ハロルド、旅先で新たな弦を身につけたんだ、見てもらってもいいかな。いいよ。え、自分また弦を身につけた。ハロルドも弦を身につけたの。いいだろう、見てやろうじゃないか。な、何、そんなこと、やめ、やめ、あ、やめ、あ、ハロルド、君はすごいな、あんなことまでしてしまうとは。僕も君に味ない芸を身につけたいよ。説明しろ、何の芸だったか。まあでもすごい芸を身につけたってことだろうね、ただ単純に、単純にね。これなんだなんだ、このまま動画が終わっていくのか。おい、見るよ、この言い回しが、前一人一人全員言い回しが違うことは、俺はもう素直に拍手を送りたい。素晴らしいと。森は、森もあんだな、森にもいるな、精霊たちまで。泉の精霊、ハロルド、久しぶり、会いたかったよ。またあれして遊ぼうか。あれって言わないで。よし、じゃあ行くよ。あ、うん、うぐ久しぶりだったからちょっときつかったかな。まさいちゃん、はい、ひどい。はい、泉の妖精ダメ。はい、泉の妖精ダメ。はい、お前ダメ。森の妖精、ハロルド、元気でしたか。今も元気なら、その少し世紀を分けていただきたいのですが。なんか元気なくなったのかな。いいよ。いつもいつもごめんなさい。でもこれも森を守る者の務めなのです。うん、うぐ、ああ。まあでもこれで元気になるんだったらね、何をしてるかはわからないけど。ふう、良い栄養補給になりました。またお願いしますね。なんかね、なんか MP を分けてあげるみたいな魔法をハロルドが使ってる、ヒール使ってるかもしんないからね。ハロルド、元気か。元気ねえなら前みたいに出るおまじないするか。なんだ出るおまじないって。出るおまじないってなんだ。
わかった。でも恥ずかしいから目をつむってて。むぐどう、元気出た？また元気出したいなら言って。すごいゲーム、すごいゲームよ、ほんとすごい。こんなに、おー、なんか違うのにそう思わせるって天才だと思う。ここは、ここ、待って、もう一箇所、こっちは、なんか人がいなさそうなところからで、人多いな、めちゃめちゃいんな。いや、ハロルド、また二人で一緒にトレーニングしようぜ。ハロルド君、久しぶりだな。また稽古をつけてほしいのだが。勇者様、またあなたの魔力を私の癒しオーブに注いで。あ、いいよいいよいいよ。基本的になんか、ま、わけ、ま、なんか能力分けてあげれるんだね。ではお願いします。私のここへどうぞ思い切り注いでくださいませ。あ、そんなに、ハウハーン、ふう、ありがとうございます勇者様。おかげでまた魔力が充実してきました。またお願いしてもいいですか？いいだろう、いつでも、いつでも魔力が足りなかったら言ってくれ。司令官、アロルド、またあれお願いしてもいいだろうか。前のが忘れられなくてな。あ、でもここら辺はなんかあんまりさ、やるキャラいないんだね。やるキャラって言っちゃってる。ハラルド、またあなたの剣術を見たいのだが、今夜手合わせ願えるか。君と手合わせするのも久しぶりだな。それでは行くぞ。はっ、あ、はーん。もう普通のこれは剣の手合わせだからね。さすがのスタミナだな、ハロルド。ここら辺はもう俺は健全なまま行こうかなと思います。そっちに、俺がそっちに持ってってるみたいな部分もあるから、俺は健全なまま行くわ。ハロルド、奇遇ですね、こんなところで会うとは。神のお示しですね。うん。あー、ハロルド様、また遊びに来てくれたのね。それなら思いっきりサービスしてあげようかしら。踊り子、踊りを見せてくれるのかい。え、今日はあなたが一体どんな、はそんなこと、ダメ、それだけは、いや、はーん。あー、踊り子がなんかわーってなっちゃうぐらいの踊りをハロルドが踊ったってことなのかい。すごい踊りを見せたのかな。すごいのね、勇者様って。一体どうすればあんなこと思いつくのかしら。ふふ、次も楽しみにしてるわ。あー、いいじゃんいいじゃん。まあでもこのゲームがね、なんか下ネタ的な風に捉えられるとしたらね、なんかドラクエとかでもあるわけでしょ。なんかさ、バニーガールのパフパフみたいなイベントみたいな、それも全部そういう風なね、 NG 表現になっちゃうからね。これは多分そのラインをギリギリ超えてないゲームですね。ところどころ俺は保険をかけたトークを入れていきます。ハロルド、汗かいちゃったね、拭いてあげよっか。え、あなたが拭いてくれるの？もう女選手も汗かいてんじゃない。あ、でもそんなとこ汚いよ。いや、あ、あ、そこわかんないからね、汚い、あの、鼻の穴とか耳の穴とかかっぽじってるかもしんないからね。ありがとう、ハロルド、おかげで綺麗になったわ。また吹きっこしましょうね。ありがとう、汗拭いてくれて。ハロルド様、お布団の用意ができております。寝よっかな、少し。じゃあ、え、一緒に？ダメですよ、そんな、そんなことのためにお布団直したわけじゃ。ちょ、あ、やめ、あ、ハロルド結構遊び人なんだな、チャラいんだな。ふう、ダメですよハロルドさん、ベッドが乱れちゃったじゃないですか。また整えておきま、もうめんどくさくなってきたよ。いよいよキャラ多すぎて、作者お前変態か、作者お前変態なんじゃないか。シンプルにこんなにキャラ数のイベント用意しなくてよかったと思うぞ。ここはなんだ、四天王いんのが。炎の会、ハロルド、お前の一撃俺の奥まで確かに届いたぜ。だからさ、また二人で暑い夜を過ごさないか。殴り合いの夜か。じゃあ行くぜ。うわあ。ふう、さすがだな。行けよ相棒。取っていいぜ。なんだこのゴミイベントは。なんだこのゴミイベント。いや、いいいいいい。なんで同じキャラ何回もそれできんだ。してんの、戦え。RPG、 RPG って言ってなかった、そういえばこのゲーム書いてなかった。そうは、いやらしいクエストとしか書いてない。戦え、ハロルド、お前のその剣俺に試してみるか。じゃあ行くぞ。妖剣の害ぬお。まあ普通にこれは剣で戦ってんでしょ。ふう、ハロルド、次は敵としてではなく恋人として出会うことができたらいいな。ああ、そうだな。もう適当に飛ばす。戦え早く。そのイベントで話を進めてくら。
ハロルド殿、どうだろうか。我が輩の資料術をキデンの体で試してみたいのだが、試すな俺の体で。では行くぞ。えいよー。資料、なんとあそこでスケルトンを使うとは。キデンは本当に容赦がないな。なぜそれで通そうと思った俺を。ハロルド、あの迷宮での一夜、忘れたとは言わせぬぞ。今こそその続きを。嫌とは言わせぬぞ。いいよ迷宮、一緒になんか迷路でも行くのかとは言ったものの、やっぱり恥ずかしいものだな。うわ、何をする。むぐ、そのむぐとかんぐとかうぐやめなさい。ふう、やはり激しいなそなたは。あんなことまでするとは。まあいいだろう。魔王様のもと魔王頼むぞ。魔王頼む。お前はメロメロじゃないでいてくれ。お前はさ、顔あからめてないでいてくれ。左右は何もないな。顔をあからめてる。勇者ハロルド、ずっとずっと待っていたぞ。お前が来るのを胸が張り裂けんばかりに。お前と出会って以来、私の心はお前のことばかり思い、私の頭はお前のことばかり考える。今こそお前と対峙し、私の全てをさらけ出す時だ。いや、はい、いいえじゃなくてさ、ここシャシャーンってなってさ、テロルルルルルルみたいなさ、イベントバトル始まんのよ本来。それでは行くぞ。私の全てを受け取れ。うおお。ふう、やめなさいよ。やったな。ふう、さすがだな。私の全てを受け取ってなお、あんな攻勢に出るとは。もう何も言うまい。我が主人よ、真の覇王の間に住むがよい。真の覇王の間、なぜ前、なんじゃこいつは、なんじゃこいつは。真の覇王の間ってなんだ。お前誰だ。真の覇王出てきた。いや、いらんのよ。誰も求めてないよ、真の覇王のイベントなんて今。ハロルド、ずっと待っていたよ。君は僕を見たし、この世界を救うことができるかな。はい、では行くよ。君に僕の全てを注ぎ込む。覇王、なかなか言わないのよ覇王って。ウォーならわかるけど、覇王だからって無理やり自分のなんかさ、気合い入れる声も覇王にしなくていいのよ。ふう、やめてよ。またやったね。ふう、さすがだね、愛の勇者ハロルド。でもこれで君は僕のもの、そして僕は君のもの。僕はずっと君を離さないからね。君はずっと僕を離さないでおくれ。じゃあ行こうか。まあでも和解したみたいなもんですけどね、これ捉え方によっては。いやらしいとかじゃなくて、単純に和解して話し合って分かったから仲間になったみたいなもんですけどね。ハロルド、この世界が終わるその時まで。はっ、覇王いらんって。だから覇王やめて。なんだお前、どうした急に。愛は世界を救うんだ。俺は何をやっていたんだ。